はい、皆さんこんにちは、ワンナリングルビッシュです。では This is a Boris 鈴木をプレイしていきましょうということで、今日は28日目になりますね。新聞ですが、視聴者からトイレが盗まれる、どういう状況だろう、トイレが盗まれるって、飢えに苦しむ動物園の動物たち、これはお金が動物園に回ってないってこと？最後、史上最高のラザニアをフリーバーグで、ラザニアか、イタリア料理、ポルトガル？スペイン？まあいずれにしてもグラタンチックのやつですよね。さあではでは、早速今日も元気に出勤していきましょう。ラザニアか、なんか久しぶりに食べたくなったな。さて、販売期限が過ぎているクリームを飼い猫が食べてしまって下痢をしているんですっていうサンドストローム君、いやサンドストロームちゃん、だいぶ回復しましたが、今日は一日ついていてやりたいんです。休暇を取ってもいいですか？まあ、休暇を取るのはね、拒否はしないですよ。アームストロング、今朝はひどい胸焼けがするんです。体調が悪いなら帰りなさい。体調が悪いのにね、無理やり働けとはさすがに言わないし、僕自身も言われたら困りますからね。と言っても僕はですね、体調が悪い時こそ仕事に行きますね。体調が悪い時って基本家で寝てるだけになっちゃうじゃないですか。だったらまあそのいいか悪いか迷惑かどうかは別にして、多少無理してでも仕事に行って、で有給休暇を使わないように頑張りますね。さて、自動車強盗未遂、犬の散歩に出かけた男性はフードをかぶった人物がかがんだ状態で通りの端に止まっている車を漁っているところを見かけた。これちょっと難しい表現ですよね。かがんだ状態で通りの端に止まっている車を漁っている、いやゴミを漁るとかだったらわかるじゃないですか。ダッシュボックス、ゴミ箱の中にね手を突っ込んでガサガサいじってるとかっていうんだったら、あまさに漁ってるねっていう感じもしますけど、どうなんだろう、この車を漁っている。まあでも一応人は派遣しましょう。そしたらこれはミルサップにケネディを派遣しますか。あとちょっと忘れないうちに庶務に行って、庶務に行って、視聴者に行って、いや視聴者じゃない、警察署に行って、今 A のシフトと B のシフトで差がだいぶあるんで、ちょっとこのシフトをきっちり対応を変えておきたいなという意味から、どうしようかな、シフト AB、 まあいいか、今だとシフト A の方が警官が1,2,3,4,5,6,7人で、シフト B の方は、まあ、本体の画面の方ですが、1,2,3,4,5,6,7,8、まあ7,8なので、ちょうどいいといえばちょうどいいのかな。で人が1人死んでるので、シンシア・エイムスちゃんを投入しましょう。シフトのそうだな、これは B、 いや A に追加しておきますか。警官スロットがまだ余ってるんでね、警官が欲しいところですけどね、警官スロットはさらに減らされる可能性も残ってるんで、最近の働きもあまり良くないですからね。ロジャー市長、なかなかね、うまくいってないからな。さて、自動車強盗未遂、なんか漁ってるって表現上、なんかしょうもない事件かなと思ったんですが、状況が深刻なようなもので、ここはパワーズと、そうだな、クラス、この2人を送りましょうか。この2人をさらに追加で2人派遣しておけば、なんとかしてくれるでしょう。で、人質事件、なんかこっちの方が凶悪性が高そうだな。瞳孔が大きく開いた男がバスに乗ってきた。これ、一目見ただけで瞳孔がかなりこいつ開いてるぞって分かったのかな。その男は銃を取り出し、おそらくおもちゃの銃。ここもしっかり観察してますね。今すぐアフリカへ向かえと命令した。今このそもそもフリーバーグがどこなのかっていう話もありますけど、にしてもだ、アフリカに向かえっていうか、まあ、とりあえずここはプラントとコーティーちゃんにスワットチームを送りましょう。でおそらく追加で人を出してくれって言ってくると思うんで、そしたら追加で人を出しましょうか。
お人質事件が報告が早いな。犯人捕まえてるね。さすがスワットチームだな。で、誘拐事件、なんかこれもかなり凶悪性が高そうだけど、スワットチームがもう送れないのか。そうすると、トゥルーカラーホテル、匿名希望の人物から通報、行方不明の女の子リサ・ペディグルーに関する情報がある。私は1週間前に彼女を誘拐したが、これから解放する。トゥルーカラーホテルの 180B にいるから、生きている姿を見たかったら急いで来てほしい。はあ、これはちょっとどうだろう。犯罪の特質性から4人派遣しましょう。なんか4人殉職とかやめてほしいけどな。大丈夫だよね。まあ、3度以下からのヘルプ要請が前ほど頻繁に起きないはず。前回ボルガとの戦争が終結宣言出てますからね。ある程度警察の本来の業務に集中できるかなという気もするんですが、ガソリンスタンドの武装強盗、なんか今回多いな。凶悪事件が、バイクに乗った男が銃を片手にガソリンスタンドに乗り入れたと通行人から通報。ヘルメットをかぶったままの男が入店した後、叫び声と銃声が聞こえた。もう発砲してるな。となるとちょっとここは3人しか送れないけど送りましょう。で、トゥルカラホテルですね。 180B というホテルはホテルの最上階、赤いボールがドアノブにかかっており、それには爆発物処理班を呼べと書かれている。あー、屋上から部屋に入るパターンに切り替えましょう。で、そうすると中は一般的なホテルの部屋らしく、ベッド、ベッドサイドテーブル、電話、テレビが備わっていた。カーテンは閉められ、爆発物を巻きつけられた少女がベッドに座っている。赤と黄色のワイヤーが爆弾から出ている。あー、これ爆発物処理班の到着を待つ方がいいよね。黄色のワイヤーを切るとか赤いワイヤーを切断するとかありますけど、もうここは普通に考えたら爆発物処理班を待ちましょう。よし、警官が負傷したけど市民は無事、ナイス。結構えぐい事件が多かったから、この後はもうね、平和に過ごしてほしいけど。迷惑行為、レストランオクトパス、ここも高校の同窓会が終盤に差し掛かった頃、裸の若い男が銃のようなものを手にレストランへ入ってきた。裸なの？その男がおぼつかない様子だったが、テーブルの上に飛び乗るとレストランの常連客たちを脅し始めた。またなんか無茶なことし始めるやついるな。そしたらここはプロテクターにケネディ送りましょう。4人、スワットチームは送れないんで。武装強盗の方はどうなったかというと、ガソリンスタンドの話ですよね。よし、犯人は捕まえてるね。 OKOK。 さあ、そろそろ勤務が終了の時間にかかってきてるんで、このまま終わってほしいけど、ここに来てクリストファーサンドから大規模な喧嘩騒ぎということで連絡が入ってますね。ちょっと待ってくださいね。今だと先にレストランオクトパスの迷惑行為をさばきましょう。通りからは何も見えないが、叫び声と皿が割れる音が近く、お皿が割れる音が近くから聞こえる。拡声器を使ってこのレストランを包囲されていると叫ぶか、正面の入り口から中に入るか、裏口から入ろうとするか。まあ裏口から様子を見るのがいいかな。おっと、そうすると若い男が警官を目にすると女性を掴んで銃を頭に突きつけた。男は理解不能な言葉で叫ぶと人質の首を絞めた。男の銃、偽物だ。なるほど、犯人を捕らえましょう。偽物だったら。偽物の銃で脅そうなどとは片腹いたし。さて、大規模の喧騒騒ぎの方はギリギリまで粘って大規模な警官隊を送りましょう。あと15秒待てばいいので、その間に警官が帰ってくれば。帰ってきたね。これで、フリーバーグが120で
ッズビルに敗れ、地元のサポーターたちが激怒。ロッカールームに戻ろうとしている来訪チームに対して罵声を浴びせ悪態をついていた。激高した来訪チームのキャプテンは棒を投げつけ、それが一人のファンの顔に当たってしまった。それをきっかけに大規模な乱闘になり、サポーターだけではなく選手や審判、それに売店の店員も巻き込んでの騒動となっていると。まずこれは護送車を出すのはもちろんなんですが、人をある程度出さないといけないと思うので、こんだけ人数を出しましょう。プロテクターちゃんだけ残して全員出動で、こういう時に市内で暴行事件が起きてんだよね。この暴行事件をこう無視するわけにもいかないんで、乱暴な乗客が運賃を支払わずに逃げようとしていると公衆電話を使ってタクシードライバーから通報が入った。ドライバーがドアをロックすると、その乗客は発狂して安全スクリーンを破壊し、ドライバーの首を絞めようとしたらしい。ドライバーは逃げて無事だが、その男は車の中に閉じこもっている。安全スクリーンっていわゆるあのタクシーのドライバーさんの運転席の後ろにね、透明のなんかこうシートみたいなのががっちりガードされてますよね。あれのことだと思うんですが、じゃあプロテクターちゃん来るしかないから、一人でなんとかさばいてもらうしかないな。これで警官が全員出払っちゃいましたね。さあ日付も変わったし、人はもうこれ以上送れないよ。犯人は捕まえた。警官は負傷。市民は無事。OK ですね。で、暴行事件の方はというと、逃げられたか。まあ、しょうがないよな。もう一人ね、警官をつけてあげられればよかったんですけど、大規模なスタジアムでの喧騒騒ぎ、喧嘩騒ぎ、暴動の方に人を出してしまったのでしょうがないですね。まあでもまずまずの業務形態だったんじゃないかな。というわけで、28日目になりますね。終了していきたいと思います。というわけで次回は29日をプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。